南の皆さん、ご意向をご通行の皆さん、ご紹介いただきました弁護士の宇都宮健二と言いますか、渡辺由紀子さんの応援に参りました。10年ぐらい前ですかね、出た時に全体でしっかり応援していただきました。希望の町東京を作る会の活動を一緒にやってきました。私が理事長を務めている一般社団法人会員移行ネットワークの役員としてこの活動も一緒にやってきております。貧困や格差の拡大、そういう問題を政治的社会的に解決するんだと、コロナが始まってから生活に困窮する方がたくさん出てきました。新型コロナ災害緊急アクション支援活動をやってきております。この活動にも渡辺さんは一緒に取り組んでまいりました。最も信頼できる仲間の一人であります